こんにちは。こんにちは。こんにちは。アホツーです。来ちゃいましたね。あとはまず結構緊張してきそうです。で、今から洋楽を2曲やるんですけど、結構軽いノリで始めちゃったんですけど、まあ英語の歌が歌えないと。で、結構今も歌えないんですよ。でまあ来ちゃったんで、雰囲気出して歌うんで、ちょっと雰囲気英語を楽しんでいただければっていうスタンスで見てください。Nobody knows. Nobody knows. Nobody knows.
ドバイミーという曲をやりました。結構生音の SE で流れることが多いんで知ってる人も多かったかなと思います、ね。のこの2人組なんですけど、さっきの、ね、準備の間も見てもらえば分かると思うんですけど、バルブルって言えばすごいですよね。この2人でいる時のルブザクタ、この前練習、2人で練習してる時、練習も真面目にやらなくてバルブザクばっかやってるから、その結果がこれだから。その光景を翔吾さんに見られて、すっごい恥ずかしい思いしたのを今でも忘れられないんですけど、翔吾さんといえば僕結構パトマ祭り緊張しまして、だいぶ前ちょっと緊張をほどきたいなと思って、翔吾さんにパトマ祭りの思い出は何ですかって聞いたんですけど、僕はその質問ちょっと失敗談を聞いて安心したいなっていう気持ちがありまして、どんなんだったんですかねみたいな聞いたら、いやあとのお祭りで組んだバンドが最後まで続いてよかったよみたいな、ラスの方のお話を聞いてまして、欲しかったのそれじゃないんだなって思ったらさ、もう最後にストラップ落ちたんで、あの日はありがとうございます。いえいえ、まさか枠取って練習してるのめっちゃ楽しそうよ。じゃあ次の曲いきますか。今スタンドバイミーっていう曲やったんですけど、もう一曲メインキーグの方のスタンドバイミーを聴きたいと思います。Just as long as you stand by me.